群馬には重さ10キロのすり鉢ラーメンがある。うちのメガ盛りが負けるわけがありません。かかってこい。舞台となるのは群馬県伊勢崎市にあるラーメン店モン吉。モン吉さん。それでは早速店長自慢のメガ盛りラーメン登場まであと30秒カウントダウン。器として登場したのはまたしてもすり鉢。そこへ大玉の麺を5玉、もやしを 1.8キロ、特製の味噌スープもたっぷり、チャーシューは9枚、わかめ 800g、 コーンはなんと1キロ分。もう1キロもうキロで入れるんだよ。お待たせしました。どうなってんの。ちょこれラーメン。その大きさは一般的な味噌ラーメンの10倍以上。総重量はまさかの10キロジャスト。やばくないこの重さ。メガ盛りメニューでも10キロ超えはなかなかない。前人未到のモンスターラーメンを食べきることはできるのか。でも多分だけど私この量は無理だと思う。ああよく判断した。私も無理かも。お珍しい。二人ギブ？姉さん行く？私？ということで前回7キロのカレーを45分で完食したエースアンジェラが、はい、10キロのメガ盛りラーメンに挑む。はい、いやこれは無理だよ。いただきます。閉じ込められてる。なんかチュロチュロな感じが。あー美味しそう。固めじゃなくてどっちかって柔らかめかな。しかし店長さん、なぜこんなメガ盛りメニューを作ったんですか。お店のコンセプトがお客様に楽しんでいただけるということなんで、面白いものが作れたらいいなっていう考えで、始めてみたんですけど、このモンスターラーメンにひるむことなく攻めるアンジェラ。すると、あ、なんかまさかの余計なものやっちゃう。これ気になる。このひもかわチャーシューつけ麺って何ですか。ひもかわうどんっていうのがこの辺りだと郷土料理になってるんですけど、食べてみますか。はい、ちょっとお願いします。自由すぎる2人を横目に開始から30分で半分の5キロを完食。お待たせしました。来たー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。こちらが群馬名物をラーメンアレンジしたお店の人気メニュー、ひらひもかわつけ麺。これただのグルメ。ひもかわうまいけどね。薄く作ってんだよ。いただきます。そんな半紙ほどあるひらひもかわつけ麺も、彼女たちにかかれば、長い長い、一発でいったよ、一口でペロリ。おいしい。マジで隣ですごいテンション上がってる2人がいるんだけど。10キロあったラーメンも残り5キロ。うわまだ半分か。うわこれは怪物だわ。アンジェラさんが珍しい、すいません。まさかギブアップ。やばい、ギブじゃない。ソフトクリームってあります。ちょっと違う冷やしたい味を食べて、はい、食欲を促そう作戦に出ないんで。いやお腹いっぱいになるだけじゃん。食べる量は増えてしまってもさっぱりしたものでリフレッシュを図るアンジェラ。すっきりする。ソフトクリームで復活。復活したか。その豪快な食べっぷりを見ていたお客さんは、開いた口が塞がらない。残り3キロ、
そして具材はあとわずか。うわすっごいな。最後の一口。いった。よー、すごい。具材ラーメン完食。とりあえず具は行きました、ね、すごい。10キロあったラーメンもこの時点で8キロを平らげ、残すはスープのみ。恐ろしい。スープ2リットル。前人未到の10キロ完食なるか。さあ、あとはスープを飲むだけ。いけアンジェラ、いっちゃうぞ。でもここまで来たら一人でやりたいよな。そして開始から2時間やってんの。大丈夫か。やばい、あ、少なくなってきたな。あごめんなさい、すっごい美味しいラーメンだったんだけど、ちょっとギブアップです。アンジェラ無念のギブアップ。ないじゃん。もうない。残ったスープの量を測ってみると、何本何本、まだそんな残り、あと980。9キロ切ったぞ。1キロ切ってるよ。9キロ切って。もう出ちゃうよ。本当にこれ以上入れたら9キロ食べた。そう、なんとアンジェラ自身の新記録でもある9キロを食べていたのだ。かなり無茶なチャレンジ。これどうですか。そうですね、スープをそこまで飲んだ人は初めてですね。いや悔しい、すっごい美味しかったから。